はい、こんにちは、劇団スカッシュ、大塚達也です。はい、今日はですね、今日々国語のメイキング動画が今ね、流れてるんでね、ぜひぜひ今メインチャンネルの方配信されてるんで見てください。どうぞ今見てくれた？はい、見ましたね。ありがとうございました。ありがとうございました。ですね、舞台に関する告知もいろいろとあるんで、ぜひぜひメイキング最後まで見てね、舞台の方にもどうぞ足を運んでください。今日はもうメイキングを見てほしいっていう話なんですけれども、まあこの後セカンド続くんですよ。で、一体何をやったのかというと、まあこの後演劇公演ブルーがあるじゃないですか。ちょっとその後の作品ちょっとの台本書かなきゃいけなくてですね、で、その台本がちょっともうブルーの稽古も始まっちゃうし、ちょっともうどうしよう、書けない、どうしようどうしようって悩み悩んだ末に、そのちょっと合宿行ってきたんですよ、一人で。ちょっとその一人合宿の様をまあ撮ってきたんですけど、まあ全然面白くないんですよ。今日はもうここで見なくていいです。ここで動画止めちゃっていいんですけど、でもまあそれでも一人合宿ってなんだと、一体どういうことやってきたんだという思いがいる方がいらっしゃいましたら、まあこの後進んでみてもいいです。そのただ後悔することも間違いなしなんで、その無理はしないでください。今本当に今誠心誠意思い込めて言ってるんですよ、皆さん。そのこの先は無理をして進むべきではないと思います。ただ俺のセカンドの次回予告がついてるんで、それは結構そこは結構面白くできたんで、次回予告だけもしベイブレードに興味ある方はその次回予告だけ見る価値あると思うんですけど、俺の合宿の様子はその達也さんがあまりにも好きで好きでたまらない人以外は本当に足を踏み入れない方がいいかもしれない。これだけ言ってる。お願いしますね。それではどうぞ。今日から私はね、こちらの方に泊まっています。ホテル東館という、ね、あらいい、あらいいですね。私夏を感じながら台本考えるというところでね、マークを見てください。あれ、これ今マジックオーバーじゃないですかね。泊まってるね、今部屋をお見せします。こちらですね、この右端、こっち、ちょっと俺の指がボケて見えない、こっちですね、あそこに泊まってます。いやー、波がね結構荒れてるんですよ。私はこういうところに座ってね、ちょっと網見て、あ、やばい、電気つけてできちゃった、あそこですね。私ね、あそこに泊っておりまーす。ロケーション最高ですね。俺電気つけてきちゃったんじゃないや、思い出した。お姉さんが「早く布団引いていいですか？」って言ってた。すごい波、バチャン言ってるよ結構。はい、ということでね、私台本が書けないということで、ちょっと文豪みたいなのに憧れてね、その1週間そのこちらのお宿の方にね泊まって、ちょっと台本を考えるっていうのをちょっとやっていこうかなと思っています。いいでしょう。はい、皆さん、僕お風呂に入り、お風呂入って出てきたんですけれども、ちょっとね、外の景色がものすごくいいんで、よかったらね見てください。伝わるかな、このすごさ。ちょっと私はあまりにも外の景色がいいんで、外歩いてこようと思います。もう11時近いんですけれども、おはようございます。2日目の始まりです。昨日はね、まあなんか特にものすごくいい案が浮かんだっていうわけでもなく寝ちゃったんですけど、ちょっと今日は頑張ろうと思います。景色見てください、これ。いや、いい景色。はい、3日目です。環境を変えればなんかすぐこう思いつくものなのかなと思ったんですけれど、全くそういうことはなく、今日だけねちょっと部屋を、違う部屋なんですよ。今日から片道1時間往復2時間ちょっと歩こうと思ってまして、歩こうっていうムーブメント始めてるんですけど、なんかすごい、これ大丈夫なのかな、行けんのかな、ちょっと行けるところまで行ってみたいと思います。これ思ったよりめちゃめちゃすぐ行き止まりでした。はい、一
人合宿4日目ですね。昨日はね、思ったよりも、まあ、ちょっと案が浮かび始めまして、ちょっとなんていうんですか、ストーリーがそう、つながり始めたというか、もうなんとなく出てきたっていう感じですね。あとこの部屋もまた今日移動になるので、一応この部屋から眺めを、今日いい天気ですね。昨日3時間ぐらい歩いたんですけど、歩いたら結構思いついたんで、今日もずっと歩いていこうと思います。今日あたり思いついてね、バーッとで構成表作れちゃえば、構成表っていうのを作るんですけど、構成表作れちゃえばもう暑いと。いい道っすね。なんか向こうの方に風車みたいなの見えてるんですよ。いやいい、たまらん。ということでね、今日はちょっと歩いて、いろいろ見て回りたいと思います。いい海来ました。ここめちゃめちゃいい道っすね。わかる、この雰囲気、夏の雰囲気ありますね。はい、5日目ですね。昨日も15キロぐらい、ちょっと興味深から歩こうと思ってるんですけど、でね、見てください、ベイブレードのね、このランチャー打ったんで、ね、台本の方もね、まあ、ちょっと、もうめちゃめちゃ大まかな構成はできたんで、まあ、少しずつ進んでるって感じですね。合宿5日目、ものすごくいい天気、今日思いついちゃえばね。6日目ですね、合宿。まあ明日帰るんですけど、一応昨日ね、なんとなくエンディングが思い浮かびまして、それでいけるかなと思って一日寝かしたんですけど、まあ迷ってます。やっぱ一日寝かすと迷う感じになります。でもまあ大筋はそれでいけるだろうと。やっぱ大変っすね、台本考えるっていうのは。今日雨降ってるっぽいんで、もし結構降ってたら、今日3時間歩くのはちょっと迷います。今日は合宿最終日です。もう最終日だから今日帰んなきゃいけないんだけど、起承転結の点以外はまあ思いついたかなと。まあでもちょっと今日また歩いていろいろ考えようと思っているので、この髪型で帰るの俺やだな。最後の最後までちょっと諦めずに戦っていきたいと思います。それでは。私が歩いた道を紹介していきたいと思います。僕ら旅に出たのはその時間が止まらないようにわかってるような気づいてるようなそんな予感もきっと季節外れの嵐が全てを巻き上げて飛ばした先までのその痛みが僕の中で揺れる。それではね、僕は一人合宿を終えて、ついに事務所に帰ってきました。俺が一人合宿行ってる間に、ベイブレード買ってた。強かった。はい、ということで、合宿から帰ってきたという動画でした。バイバーイ。少しもくだらねえ。